はい、続きましては、食と食ではないですね、健康ですかね、博物さん、藤原さん、準備よろしいでしょうか。はい、はい、では早速プレゼンよろしくお願いします。はい、こんにちは、博物の藤原です。博物はですね、モバイルを使ったヘルスケアサービスを提供しているベンチャーになります。今日本はですね、生活習慣病が非常に溢れています。糖尿病の方についてはですね、300万人、軽度の食事指導が必要なメタボの方はなんと1900万人、さらにですね、40歳以上の男性に限って、なんと2人に1人が今メタボというふうに言われています。これをご覧ください。これ5年前の私の実際の写真です。体重70キロを超えてましてですね、いわゆる、メタボでした。こんな自分を見かねてですね、私の妻、料理教室の先生をしているんですが、ある食事制限をやってくれました。こんな感じのメニューです。ご覧いただいた通りですね、おかずだけのメニューです。いわゆるその炭水化物を抜いた炭水化物ダイエットというのを実際にやってみました。効果はですね、非常に適面でした。なんと1ヶ月で5キロの減量に成功しました。ちなみにですね、一切ハードな運動というのはやっていません。食事の最適化だけでこれだけの減量を達成することができました。この時のですね、自分のパーソナルの体験というのがハカルスの創業につながっています。ハカルスはですね、日々の食事を記録して専門家から指導を受けながらですね、食事バランスを整えることで生活習慣病を予防すると、そういったアプリになっています。では早速デモの方に移りたいと思います。これはですね、来年早々にリリースする新しいバージョンのアプリになります。食事の履歴を解析した結果によってですね、体内栄養素を補うレシピというのが今この真ん中に表示されている状態です。で、食事の記録に加えてですね、こういった運動とか体重、血圧、血糖値の記録にも対応しています。早速食事の記録をしたいと思います。タップをするとこういった形でバランスが表示されます。過去の食事の履歴を見ながらですね、タップするんですが、カレーというふうに打ち込むとこういった形でリアルタイムに絞り込みが行われます。今回はチキンカレーを取りましたので、下からチキンを選ぶとこれで登録が完了、たったこれだけの作業になります。食事データをですね、解析して食事、指導を生成するところには機械学習、人工知能を使っているんですが、今人工知能といえばやはりディープラーニングなんですが、弊社はですね、ディープラーニングを実は使っておりません。なぜならですね、ディープラーニングというのは大量の学習データを自動化の必要とするアルゴリズムで、個人から出てくるデータはですね、往々にしてデータの量が不十分であることが多いというのがヘルスケア分野の課題になっております。そこで弊社はですね、代わりにスパースモデリングと呼ばれる独自のアルゴリズムを使った機械学習をやっております。これの特徴というのは、少量のデータセットでも機械学習、人工知能を稼働させることが可能になっているというのが特徴になります。で、今ご覧いただいたですね、アプリケーションとバックエンドのシステム、さらにアルゴリズムというのを一式法人の方に提供すると、つまりハカルスのビジネスモデルは B2B になります。じゃあどういったところがターゲットになるかというと、ご覧いただいているこういったフィットネスクラブとか生命保険会社さん、あとはいわゆる健康経営、ウェルネスケアを実践したいと考えている民間企業の方、こういったところにソリューションとして一式提供していくといったことがハカルスのビジネスになります。どうもご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いいですね。はい、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。私ダイエットオタクなんで、こういう管理アプリめちゃくちゃいろんなの試してるんですよね。で、同じようなアプリたくさんあるんですけど、ただキーワードとしてはやっぱ AI とかそういうキーワードがあるものってのはないよ。今まで私が経験使ったものはないんですけど、やっぱりこうなんていうかディファレンシエーションというか差別化の要因というか、この AI でなんかやるってところ、ちょっとその AI の使い方はちょっと今回の。はい、ありがとうございます。私もこういった商売をしてますので、実は私のアプリほとんど使ってましてですね、皆さん今何かしらやっぱり AI とか使っていらっしゃいます。ただし残念ながらほとんどディープラーニングが使われている事実上ですね、たくさんのデータをとにかくユーザーさんに入力してもらわないとアルゴリズムが回らないと、これがユーザーの負担になってしまって記録するのが面倒くさいというふうになってしまうんですが、ご覧いただいた通り弊社の場合、スパースモデリングとちょっとユニークなものを使ってますので、本当に、つけるときだけつけていただいても、その方の食事の傾向とか、生活パターンというのは把握できると、これが一番差別化ポイントになっています。で、お客さんにかける負担の量が違うというのがポイントですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、小林さん、お願いします。ありがとうございます。アプリケーションの、その数値は、手入力をユーザーがするということで、結構、その、離脱とかっていうのが、どのぐらい、させないような仕組みが、ユーザーがエンゲージメントできる仕組みがあるのかというのと、成果が出るときに、それでもまた維持のために使うのか、やはり成果が出てしまうので、やめてしまうのか、そのあたりのアプリの設計というか、はい、そういうところをぜひ教えてください。ありがとうございます。まず一つ、離脱に関してはですね、先ほどの繰り返しになるんですが、我々はそもそも毎日記録をつけなくても把握できますよというところで敷居が下がります。
あともう一つ、今の現状のこの食事記録系アプリの問題っていうのは、じゃあ塩分を抑えた食事をしましょうと言っても、じゃあ何を食べるのかわからないと。そこで弊社さらに踏み込んで、じゃあこういう献立はどうですかと提案をするところまでやってると。これがまず一つ目ですね。さらに二つ目なんですが、我々先ほどの B2B のところで保険会社というキーワードが入ってました。だから最終的にやりたいのは、我々の食事の記録を取ったデータをですね、保険会社さんが共有することによって、保険商品の提案とかですね、あなたこちらに切り替えると実は安くなりますよと、これ圧倒的なモチベーションが働きますので、そういったところをこう B2B で仕組みを作っていきたいと、ではポイントになります。保険の割引とかは適用ないんですかね。健康的なものを食べると安くなると。US でも始まってきていますね。今日本はまだウェアラブルとかですけど、いずれ来ると思います。はい。和田さんいかがですか。はい。これユーザーにとってこのハカルスを選ぶ理由みたいなのってなんかどんな表現で認識してもらいたいのかが知りたくて、はい、食事記録アプリ今いっぱいありますけど、これはなんか何が違うとか何がいけてるっていう特徴で認識してもらいたいんですか。そうですね、食事記録という切り口では他社さんのアプリ、まあ、それこそダイエットアプリもたくさんあるんですが、体の対するこのインプットとアウトプットっていうのがセットでこう記録できると、まあ、運動も記録できますので、トータルな、栄養指導、運動指導ができるというのが、これは我々の人の特徴になっています。なので、今は食事なんですが、トータルでの面倒を見ますといったところがポイントになります。はい、ありがとうございます。ハカルスの藤原さんでした。拍手お願いします。